あの人の現在。新山千春、現在の姿が違いすぎる。元プロ野球選手の黒田聡と離婚した新山千春。女優やタレントとして活躍していましたが、離婚したあたりからあまりテレビで見かけることは少なくなったとの噂も。現在の姿も話題に。現在の姿。新山千春さんのデビューした当時はたちまち人気になるほどそのルックスが評価されていたのですが、2014年頃から2015年にかけて劣化したと言われているそうで、さらに現在の姿が違いすぎるとの噂もささやかれています。一体どういうことなのでしょうか。こちらが現在の新山千春さんの姿ですが、確かに顔が変わったと言われれば別人に見えるくらいに変わったかもという感じくらいに変化しています。その印象は目のあたりが大きくなっている気がしますね。そして以前より鼻筋も通っているような気がします。ヒアルロン酸を入れる程度のプチ整形をしているという疑惑も。目については切開でもしたのでしょうか。本当のところは分かりませんが、いずれにせよ美貌は相変わらずで、劣化というよりは綺麗に年齢を重ねているだけのように思えます。メイクや画像を加工しているかもしれませんが、それにしても以前の彼女のイメージとは違う雰囲気になっていますよね。タレントやグラビアアイドルとして活躍していた新山千春さんですが、結婚後は夫である黒田聡さんの下げマントまで呼ばれてしまいます。そしてたびたびブログの炎上が続き、主婦層からは敬遠されるようになってしまいました。さらに2度の不倫疑惑でイメージはすっかり悪くなってしまいました。今後はもっと別の形で活躍してほしいですね。